ガンギマリホマリストであるね志村様、やっぱりどうしてもおじ上といると、ね、調子が出ないですね。フィーリングが合わないっていうかですね、私の刀はね、そこそこ川の後ろに隠れてますけれども、神の道、新たなる地の果て。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜像を信じたばかりにみんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美についてお叔父に話してくれ。志村様なら資格だよ。皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。ゴーストオブツシマの実況プレイ第18回目ですね。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。前回はね、ガンギマリホマリストであるね志村様、お自由をね解放したところで終わっておりましたので、今回はその続きからになりますね。おじ上にお目通り願いましょう。ジン、待っておった。必ずや藩を討ち取り、竜蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私とおじ上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。今すぐ船あげてもいいと思うんですけどね、ユナさんに。かなりの功績ですけど、まあとはいえね、まあちょっと今おじえと問答しててもしょうがないのでね、周りの人に話を聞いていきましょう。堺、見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息を。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。石川先生のね、巴さんを追う旅もまだまだ続いていくようですね。後々ね、ストーリーの方を追いかけていきましょう。他には、お、雅子さんですね。雅子殿、資格の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。おじ上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。ご丁寧にね、ありがとうございます。雅子さんのね、敵を追う旅路もまだまだ先が長いようですね。破壊様。あら、このコンビですね。守りは進んだか。ああ、いいえ。火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。タカさんも随分ね、
頼もしくなりましたよね。ついでにね、タチをバージョンアップしておきましょう。きっとお気に召します。だいぶね、育ってきましたね。私の股間のタチもね、もう少し育つと嬉しいんですけどね。もう年齢的になかなか厳しいですね。それにしてもね、夕暮れが綺麗ですね。そろそろ出立の時が近づいているようですので、馬屋にね、向かっていきましょう。こちらですね。ユナさんがいらっしゃるようです。あの褒美の件はね、ユナさんどんな風に捉えるんでしょうね。志村様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば、本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。まあね、ユナさんがね、そういう風に言うのもね、ちょっとわかりますね。もうおじゅうえもやる気満々ですね。致し方ありません。お供いたしましょう。さあ、門が開きましたので、新しい世界にね、旅立ちましょう。目指すは豊玉だ。赤島ですね。新しい地域への、ね、道が開けました。森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。おじ上。正面の橋はもう落ちてしまってるみたいですね。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です。一言で申せば、切れ者の獣。誇りなどみじんも持っておらぬ。言葉を学び、おじうえを生かした。なぜでしょう。本土侵攻に協力しろと言ってきよった。褒美は富と権力に女だ。おじうえに味方を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのようなおなごだ。勇気と忠誠を備え、腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。まあ、とはいえね、ユナさんはね、非常に義を知ってますね。いやしい見慣れど、義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。実家に戻ってね、その家宝の鎧を受け継ぐっていうのも、まあこの新しいね、物語での大きな目的になりますね。さあ、もう少しでこの森を抜けれます。この匂い、何かね、不穏な空気ですね。消えたものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば、来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。このままではですね、田畑も全て焼き払われてしまいますので、もう子供のね、進撃を阻止しないといけません。押し通れ。まあ、おじゆえはね、もう正面突破行くでしょうね。もう致し方ありません。これはね、もうついていくしかないので、ちょっと諦めていきましょう。おっと、やっぱ慣れないことをするとね、うまくいきません。痛い痛い、やめてください。やっぱりね、弓取りが非常に邪魔くさい。早めに始末するに限りますね。おやすみなさい。さすがにね、おじうえといえども、風に無勢でと危ないですからね。今のは金田の木で見た兵。ハーンの精鋭だ。北
下を攻めておったはず。ソラが一瞬いなくなったかと思いましたね。そのハーンの精鋭は一体何をしてるんでしょうね。かがり火台は敵の手に、再び火を灯しハーンに見せつけてくれる。かがり火台が占拠されてしまったんですね。島中のかがり火台を全て取り戻す。なるほど。あ、ちょっとゲーム的な、またやられちゃいました。痛い。やっぱりどうしてもおじ上といると、ね、調子が出ないですね。フィーリングが合わないっていうかですね。誉れ誉れってうるさいですからね。ごめんなさいね、ワンちゃん。ちょっと私、ワンちゃんがとてもね、リアルなワンちゃん大好きなんですけど、このゲームのワンちゃん苦手なんですよね。失礼いたします。ちょっと邪魔くさい人からね、早め早めに始末していきたいので、弓を持ってる人をね、どんどん削っていきましょう。危ない、閃光弾ですね。で、鳥持ちもたまには使ってって、ちょっと巻き込まれちゃいましたけど、無理して一気にね削っていくのは危ないですね。地道に地道に少しずつ体力を削ってね、人数を減らしていきましょう。割とおじ上が頑張ってくださってるので危ない。さあ、この辺りの敵は一掃できたので、まだ奥にね生き残りがいるようですね。さあ、まずは弓は封印しといて、そういうのをね、ぴょん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 打ってこないでください。おー、大筒持ってる人がいますね。体調覚も邪魔です。削らせてください。そんなね、大筒みたいの持ってね、人に向けて打つとか、どういう神経してるんですかね。危ないです。声が大きいですね。深夜だったらどうするんですかね。近所迷惑ですよ。俺は手始め。朝に打つ気か。どうやら追加のね敵がやってきたようなので、ちょっと入り口まで戻りましょう。まあ、それにしてもハッスルしてね、かけていきますね。年甲斐もなくやる気満々の王子上ですね。ユナ。あ、ユナさん。猛虎の大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。これね、別にこっちで撃たなくてもユナさん撃ってくれるんですね。ありがとうございます。皆殺しだ。他のね、人たちはこう火だるまにしていきましょう。ちょっと回り込んできましたね。危ない。ユナさんが危ないですから。ちょっとユナさんに手は出させませんよ。そんな盾の後ろに隠れてないでね、先生どうと戦ってくださいよ。私の刀はね、そこそこ川の後ろに隠れてますけれども、ちゃんと戦うときは出てきますよ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。さあ、かがり火台をね取り戻すために向かっていきましょう。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ。こっち側じゃない気がしますね。武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。まあ、波の武人以上のね働きをユナさんしてくれてますので、やっぱりね貴重な戦力というか、もうかけがえのない存在ですね。それだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。
だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。なんかおじゅうえ走り方が独特っていうか、なんか面白いですよね。先行して登っていけばいいですかね。ちゃんとはしごついてこれますか。ちょっと見えないですね。我らの意を示してくれる。さあ、ではかがり火にね、火を灯して意向を見せつけてやりましょう。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよう。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならぬ。うむぎ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。さて、酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。僧兵気になりますね。これからのシークエンスですね、大きく分けると3つ目標がありますが、まあ、それを始める前にね、僧兵にね、話を聞いてみましょう。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後、奴らはついに私の兄炎上を。援助、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は。ノリオと。ノリオ、常言炎上ときてノリオ。まあ、確かにノリオもしくはノリシオっていう感じの顔してますよね。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった。伏寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここからですね、ゴースト・オブ・ツシマの第2部が始まるんですけれども、目標としてはですね、大きく分けて3つ。1つは仁さんの殿下の鎧を手に入れること。2つ目はですね、確執なる槍川家を味方につけること。そして最後は本土からですね、援軍を請うということになります。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。
杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。神の道、新たなる地の果て、完了ですね。技量を獲得しました。フス氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番のクス氏だと言われています。赤島で会おう。さあ、ではね、新しい仲間ノリオがパーティーにインしましたね。ということでね、次回はノリオさんのストーリーを始めていこうかなと思うんですが、今回はここで一旦区切りとさせていただきます。今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録や高評価などいただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。じゃあね。